はい、一発合格テレビの岡です。今回のテーマは最後の社労試験過去問から考える科目別傾向と対策の社会保険編見ていきたいと思いますね。今日はですね、健康保険から社会一般常識まで4つの科目についてですね、最新の過去問を通したですね傾向と対策をバッチリお話をしていきたいと思います。もうすでにですね、労働関係編の方は公開してますから、まだ見られてない方はですね、概要欄でリンクを貼っておきますからね、必ずそちらの方もですね確認していただければと思います。それでは始めていきますよ。はい、それではね、まず1点目、健康保険法見ていきたいと思います。健康保険法は選択式はね、丸々1問問われて、択一も10点問われますよね。でまず選択式の方です。で選択式についてはですね、割とね、基本的な問題出題されてきてくれるというのが最近の傾向ですが、バランスよく出てきてますかね。結構テーマをね分けて聞きますから、保険給付、あとは前の方ですね、保険料とか標準報酬月額の方、あと後ろの方からも聞かれますから、非常にバランスよく出題されている、そういう印象がありますね。小問で分けてくれてますから、得点が取りやすいというね、まあ、そんな印象もあります。あとは協会と組合についてもバランスよく出題されている傾向があります。年によっては偏りますけどね、こう長い目で見ると協会が続くと組合が出てきたりね、まあ、そういったパターンがあるので、その辺も多分考えて出題していると思いますから、過去の出題見ていただくとですね、協会憲法と組合憲法、ね、バランスがいいなというのもね分かっていただけると思います。で択一についてですね、これはちょっと労災同様ですね、ちょっと軟化傾向というかですね、非常に取りにくくなっているというふうに思います。保険給付、これもですね出題されるんですよ。だけどやっぱ得点しづらいというところがあると思いますね。なかなか最後絞りきれないというね問題になってくることが多いなという印象があります。あとは最後にも書きましたが、難問が出てくるので、特に日雇い特例非保険者さんのところ、ほとんど飛ばしている受験生も多いと思います。ただここもですね、やっぱり一般の非保険者と違うところだけまとめておけば、これ得点が取れることが多いですから、これ絶対やった方がいいと思いますね。なぜかっていうと、択一の足で言うと1本か2本ぐらいしか問われませんが、それがやっぱ正解絞る時のキーワードになるということが多いですから、日雇い特例非保険者のところもですね手を回しておいた方がいいかな、まあ、とにかくですね、細かいところは対応できないので、基本的なところの問題っていうのをしっかり10問の中で見分けて、それを確実に得点をするというところがね、どうしても求められる。確率で言っても難易度が高い、非常にね得点を作るのが難しいかもということになっていますから、普段ね当連とかで、ね、得点がいい人もですね、なんか本試験だけねびっくりするような点を取ってしまうということがあり得るね、ちょっと怖いかも、そういう認識でですね健康保険の問題解かれたらいいんじゃないかなというふうに思いますね。対応の方もねそのつもりでですね、普段から、まあ、できるだけね基本的なところで漏れがないようにね、より注意していただくといいかなというふうに思います。1点目の健康保険は以上です。はい、それではね2点目、国民年金法見ていきたいと思いますね。国民年金法も択一ではね10問問われるし、選択では1問丸々聞かれるということになりますよね。まず選択式から見ていきます。昔ね国民年金の選択式の出題っていうのは怖かったんですけど、最近は非常に落ち着いていまして、基本的な事項の出題が多いです。ただ給付は出ませんよね。老齢障害遺族、この給付はやっぱ択一式で取っときたいのかもしれませんが、その給付以外のところがよく出題される。まあ特に前半のところ、あと後半の財政とかね、あいたところ、やっぱ択一で普段見ない条文が狙われることが多いですよね。ですから次も書いた通りですね、条文そのままの出題も多くなってきてるので、やっぱり条文のねきちっと読み込み、これ絶対必要だと思いますね。択一で見ない条文だったらなおさらですね、選択対策で見ておく、こういったことが必要になってくる科目かなというふうに思いますね。続いて択一式です。択一式は非常にバランスよくね、もちろん給付も問われていくし、老齢障害遺族でだいたい5問ぐらいですかね。あと独自給付も必ずだいたい聞かれますからね、まあ6点ぐらいは出るかな。それ以外もですね、保険料とか届け出とかですね、あと後ろの通則的なところというところも聞かれますからね、非常にバランスがいいという感じがしますね。あとですね、最近ですね、特に9問目とか10問目とか後ろの方で事例を使ってね具体的に問われる問題があります。こういった問題はですね、まず解けそうな問題かどうか
なかなか非常に時間がかかるというね問題もありえます。生年月日でいろいろ計算させるということも考えられますから、まあ、その辺見分けてもらって、基本的な事項なテーマなんだけど、ちょっと事例で使っているような問題は確実に得点したいですけどね、まあ、そうでなくてどうしても時間がかかるという問題は正直後回しでもいいかなというふうに思いますね。最近過去も見てるとどうしてもですね、国民年金事例問題が出てきて、やっぱそれがねちょっと嫌悪感があって苦手意識が出てきている受験生多いと思いますが、そんなに数がないですから、事例問題ね、事例問題は基本的な事項が問われているのかどうかっていう見分けより重要になっていく、まあ、そんな認識しておいていただければいいかなと思いますが、ただまんべんなくね押さえておけば基本的にはですね、きちっとね7点8点は最低でも取れるかもかなというふうに思いますね、ここはしっかりとやっておく必要があると思います。国民年金は以上です。はい、それではね、3点目、厚生年金保険法見ていきたいと思いますね。厚生年金も選択では1問丸々聞かれていて、択一試は10問聞かれてきますよね。やはりね合格点に乗る人乗らない人、択一もね選択もですけど、この厚生年金やはりねポイントになってきますね。一昔前はですね、厚生年金苦手な受験生多かったんです。でも実際はですね、厚生年金本当に理解してれば得点できる問題が多いし、選択もまともな出題が多いですから、やはり厚生年金は苦手科目じゃなくて得点源にする、ね、そういう科目にする必要があります。でそうしないとですね、なかなか合格点に届かないっていうのが最近の本試験の傾向だと思いますから、やはりね、まあ、先ほどの国民年金同様ですね、この年金法で稼ぐというイメージ、そういう自分を作っていく、それが必要かなというふうに思いますね。でまずは選択式、これはですねやはり基本的な事項が多く出題されていて、どっちかというとですね択一式の勉強で対応できるような出題が多いです。ですから、まあ、選択式オンリーじゃなくてもね十分対応できる出題が続いているような気がします。あとはやはりどうしても厚生年金というと健康保険と同じところ、国民年金と同じようなテーマ、こういったところがですね、一回健康保険で聞かれて、一回国民年金で聞かれて、次厚生年金で聞かれるとかね、もちろん逆もありますけどね、厚生年金で聞かれて国民年金健康保険で聞かれるっていうこともありますが、そういうねその社会保険全体でね似た科目似たところがですね聞かれるということもね最近の特徴だと思いますから、まあ、この辺も意識してもらって、やっぱりね健康保険、国民年金、厚生年金はしっかりと、ね、3つの科目を比較して確認をしておく必要があるのかなというふうに思いますね。択一式、択一式も非常にバランスよく出題されているということになります。まあ、ただやはりね特別支給の老齢厚生年金の出題は落ちてきてます。ずっとねやはり対象者が少なくなってきてます。ですからそれに反してですね、老齢厚生年金、障害厚生年金、もちろん障害手当金もね、遺族厚生年金もねきちっと出ますからね、確実ではね確実に得点したいと、得点源にしたいですからね、それ以外の点もですね、たくさん出てきます。あとは最後にも書きました、さっき言ったようにね、まあ、この科目をねやっぱり得点源にしていく、そういうしないとね合格点に届かないということが多いですから、まずね再受験の方も含めてですね年金の力をしっかりつけると。で年金の力っていうのはですね結構どんな問題でもね十分対応できるようになって、得点が安定する、ね、一番確実な科目と言ってもいいですから、この年金の実力をつければつけるほどですね合格に近づいていく、そんな風に認識しておいていただいていいのかなという風に思いますね。厚生年金も基本的なところ事項をねしっかりと理解をしておく、それで十分対応できる、全く関係ないというか全くないようなねその択一の足なんかも多いですよね。何やこれっていうね、そういうのはやっぱね分かってない人だったら引っかかるのかもしれませんが、きちんと分かってればねもう明らかにおかしいというねいうような足が多いですから、得点源にできるというふうに思います。厚生年金ぜひ、ね、得点源にしていただければと思いますね。3点目は以上です。はい、それではね4点目、社会一般常識見ていきたいと思いますね。選択で丸々1問聞かれて、択一で5点出題されますよね。でまず選択式です。で選択式はですね昔白書から出題されるっていう時代がありましたけど、もう白書からの出題っていうのはもうちょっと時代遅れっていう感じがしますね。法律中心の出題になってきてるっていうのが最近の傾向だと思いますね。法律って言ってもね非常にね、まあ社一の法律って言ったら8個ぐらいあるんですけど、社会保険労務士法も含めてですね、ですがバランスよくですね問われている、ほとんどの科目が毎年全部聞かれているというようなね特徴があります。
ですからどれもねしっかりとやっていく必要があるし、これもですねテーマを分けてね聞いてくれる。だから選択式でもですね同じ年で何個も法律聞いてくるということになりますから、やはりバランスよく対応していくというのがどうしても必要になります。その中でですね、意外でしょうけど児童手当法が実はですね一番頻繁に出ている選択式でもね、もちろん択一でも出てますが、出てる法律かな。単純ですしね、簡単な法律ではありますが、本当にねバランスよくねいろんな法律を聞く中で児童手当法っていうのはよく問われている気がしますから、もちろん児童手当のね額の計算なんかももうね選択でも択一でも定番になると思いますが、影の MVP 知っておいていただければと思います。で択一式についてはですね、先ほども言ったようにですね本当にほとんど毎年ですね全ての法律、年によって本当聞かれなかった法律っていうのはないんじゃないかなというぐらい、どの法律も毎年ちょこちょこっとコンスタントに出題されているというところが傾向にあります。特にね、あの企業年金ですね、確定拠出も確定給付もですね、これも必ず出題されるという年になってきましたね。あとはですね、その下にも書いてありますが、特に最近の傾向で言うと繊維保険法からの出題多いなという気がしますね。繊維保険法については昔はねマイナーな法律であんまり社一でも出てこなかった法律なんですね。で特に最近はですね保険給付からも具体的に聞かれているなという気がします。昔は繊維保険のね保険給付って言ったらあんまり聞かれないんでね、もうほとんど勉強しなかったっていう受験生も多かったと思いますが、今はもう繊維保険、もちろん健康保険との比較とかね、そういったところしっかりしながら、違うところを意識しながらですね保険給付もしっかりと押さえておく、その辺も聞かれてくる。ですから今後は保険料なんかもね聞かれてくる可能性十分ありますから、繊維保険しっかりと意識して勉強しておくといいのかなというふうに思います。ということで今回はですね、顧問から考える科目別傾向と対策の社会保険編ということで4つの法律お話をしていきました。今私がお話をしたね点をねしっかりですね頭の中に入れてですね、これからもですね効率的な勉強を心がけていただければと思います。今回は以上です。